桜エビの生態調査などにあたる県の新しい船、駿河丸がお披露目されました。沿岸沖合漁業指導調査船の駿河丸は、県が17億6000万円かけて今年2月に竣工しました。これまで水深1000メートルまでだった海洋観測が倍の2000メートルまで行えるようになったほか、最新鋭のソナーや魚群探知機を備えます。近年不漁が続く桜エビの生態調査や餌となるプランクトンの採集など、さまざまな海洋調査を行います。水産業に貢献することはもちろんですけども、いろんな産業にも寄与していくように我々も調査やっていきたいと思います。駿河丸は来月4日、焼津漁港で一般公開されます。